こんにちは。赤尾です。本日は昼の作業用怖い話171をお送りいたします。では、早速。昼怖ー。この話は私が小学校低学年の時の話です。地元の方や、少し詳しい方がいらっしゃった場合、すぐにどこの話か分かってしまうため地名や一部をぼかして話させていただきます。その時言われたことなど方言も翻訳し、言われたこと全部覚えているというわけでもないので、ところどころ補填されている箇所がありますが、お付き合いいただければと思います。まだスマホもなく、ガラケーが流行り始めた時代。物心つく前から小学校4年生までの間、九州にあるとある県の限界集落のようなところに住んでいたことがありました。山の中を切り開いたような土地で、大通りと呼ばれるところも車が2台すれ違えるほどの少し舗装された土道があるだけ。自動販売機も車で行かなければならない距離にしかなく、スーパーは週に2度ほど家族で1、2時間ほど車で行く。そんなど田舎もど田舎です。そんな場所ですから遊ぶ場所はもっぱら山か山の中の川、もしくは歩いて1時間半ほどかかる学校しかありません。当時の私は絵に描いたようなガキ大将で。学校で遊ぶなんてだせー、子供、自分も子供であるにもかかわらず年下の子は子供と呼んでいた、いや、弱いやつだけ学校行けや。と言っては当時つるんでいた友人4人と山の中を駆け回る日々でした。限界集落にふさわしく子供の数も多くはなかったため、一緒に遊んでいた友人は、上から4年、私ともう1人が3年、2年と年はばらけていたものの、同じクラスで学んでいるゆえにとても仲が良く、まるで同級生のように遊んでいました。仲間の中で頭一つ背の高かった私は、年上の友人を推しのけリーダー的な立ち位置で、あれこれ指示をしてはみんなを連れ回していました。山に登れば、虫を捕まえ、誰が一番高い木に登れるか競い、見つけた縄や木々を使ってブランコを作ったり野生動物を追いかけたり。いつも遊んでいた山に飽きてきた頃。イノシシが出るから登ってはいけない。と言われている側の方へ、度胸試しかねて探検に行かないかと私は提案しました。その山は父が泥酔するたびに。あっちは本当に怖いところやけ、二度と行きたくねえ。とこぼしていた方面で、力も強くやまる座のような怖面の父親があんなに怖がるところに無事行けたなら、自分たちは大人より強い証明になる、なんてなんとも間抜けな考えでそこに行くことを決めたのでした。その日は休日で、朝の6時に家を出て、いつも集合していた4年の友達の家の前に集合したと記憶しています。何度か祖父に近くまで連れて行ってもらったことがあったため、場所がなんとなくわかる私が先頭に、いつもとは逆の山道へと歩みを進めます。人が普段登っていない山というものは何とも言えない閉塞感というか、圧迫感というか、恐怖と緊張の中にある興奮を感じていた私は、最年少の2年生の怯える手を引き、上へ上へと登っていきました。手が加えられていない木々は限界まで伸び、朽ちるものは自然と朽ち、自然に作られたその環境は全体的に湿っぽく、まだ日も昇りたてということもあり薄暗い印象でした。どのくらい歩いた頃か、急に木の刷毛が良くなっている空間が見つかりました。周りにはグミの実がなっており、よくわからないキノコや子供の手でも折れそうで遊びやすそうな若い竹が生えていました。私たちはおやつもある最高の遊び場と言わんばりに、そこの中心部分まで駆けていきました。中心部に向かうには、少し丘のようになっている場所を四つん這いのような姿勢で登ったのですが、少し上が見え始めた頃、そこに人影のようなものがあるように思えました。大人がいたか？まずい、怒られたらもうここに来れない。そう思った私は口元に手を当て、シーというポーズを取り、後方の友人らを手で制しました。ゆっくり手元の雑草やら根っこやらをつかみながら上を覗くように登ります。いました、大人が。ちらっと見えた頭部は真ん中分けの黒髪で、横顔の上半分しか見えませんでしたが正直綺麗とは言えない顔立ち。眉毛はなく、目はしじみのように小さい女の横顔半分がそこに見えました。もう少し、もう少し上がるとやっと首まで見ることができ、その女性の半分も見えてきます。納豆のおかめさんを彷彿とさせるような下膨れの顔が全部見えたとき、私は失礼ながら吹き出してしまいました。本当に失礼な話ですが、納豆のパッケージの顔が、眉毛を消されてそのまま人間になったようなそんな風に思え、面白くて仕方なかったのです。しん、とした自然の中、私のグッという笑い声が響いたその瞬間、グリーン、と女性がこちらに顔を向けました。
シジミのような小さな目の中にあるまた小さな黒目が私を捉えると、途端に体がまるで誰かに押さえつけられているように圧迫され、動けない感覚を覚えました。女性はじ、と私を見つめ、確認するかのようにそろそろと近づいてきます。近づくにつれ、女性がにちゃにちゃと気色の悪い笑みを浮かべていきました。本能が捕まったらやばい、と訴えかけてきます。その瞬間、動物か何かが草むらをかけた。という音を立てました。私の体はまるで重い荷物を置いたように一気に軽くなり、その身軽さに任せ、おい、逃げんぞ、と大声を上げ、立ち上がることもせず尻で滑るように下に降りました。友人らは当然ですが困惑していましたが、普段度胸だけは鬼のようにある私が、あまりにも焦って降りている様子に反射的についてきました。道などほとんど覚えていないにも等しい初めての山道を、とにかく下り、下り、転げ、下りと降りていきます。入った時に比べ閉塞感は増すばかりで、脳内は、やばいやばいやばい、そればかりでした。駆け降りている途中、友人らがついてきているか心配になった私は、ふと後ろを振り返りました。1、2、3、よし、全員追いついてる。そう安堵しようとしたのもつかの間、最後尾の同級生の後ろにもう一人ついてきているのがわかりました。先ほど見かけた女性でした。田舎とはいえ、あまり見かけなくなった着物をたくし上げ、素足をさらけ出しながら共に駆け降りていくその髪は、背につくこともなく蛇のようにたなびいて見えます。ふざけんなって、マジで、マジで。そんな恐怖と怒りを混ぜたような怒号を飛ばしながら正面を向き直し、ちぎれんばかりに足を動かしたと思います。霧が少しばらけ始め、ようやく道らしきものが見えたあたり、妙な風が耳をかすめました。甘ったるく甘えるような女を強めた声が、私に向かい私の父の名を呼びました。驚きのあまり私は思わずピタッと立ち止まってしまい、そんな私にぶつかる友人ら。その衝撃でそのまま転げ落ちるように道に出、山道から脱出することができました。急に止まるな。とか。何がいたんだ。とかそんな友人らの声を遠くに、私は転げて血の出る膝と手をそのままに、先ほどまでいた山道に目を向けました。女性は一歩もそこから出ることもなく、少し目を細めこちらをまだ見ています。目線はあったまま動けず、女性のゆっくり動く真っ黒な口元が何かを発そうとしたその時。何しとっか、ガキども。怒号に体の硬直が解け、思わず声の方を振り返れば、近所のおじいさんがこちらへ向かってきています。どう降りたのか、着いたそこは近所のおじいさんの果実園の裏手でした。記憶が曖昧なのでそのままの言葉ではないのですが、危ないから入るなって言われてるだろうが。とか。何もおらんかったやろな。とかそんなことを言われたと思います。恐縮している友人らが。だって。いや。何もおらんかった。とビクビクと答えているのを尻目に、私は再度山道に目をやりました。女性はもう、いませんでした。お前は、大丈夫か。おじいさんがため息まじりに私の頭を小突き、その手でこちらを無理やり向けながら強い動きで。あそこは整備されていないし、動物も何がおるかわからないから入っちゃいかんって言われたやろ。危ないんだ、大人でも死んじまうようなところばっかあるんだから。そんな内容を言い聞かせるように私に言いました。でも人おったし。子供特有の言い訳をしつつおじいさんを見れば。ん?と不思議な顔をしたのがわかりました。人おったんか?おった、女の人。ん?信じていない、というわけではないが、不思議な顔をしたおじいさんが私にこう聞きます。着物着てたか。着てた、お父さんの名前で呼んできて、めちゃくちゃ足早くて一緒に降りてきたけど。先ほど女性がいた箇所を指さし、私は、あそこで止まってこっち見てニコニコして。そう続けようとしたとき、おじいさんは困惑と言った声で。お前女ん子やろ?と。肩をつかみながら前後に揺らされ、おじいさんは私に問いかけます。確かにこの中で一番背は高いし、髪も短く切り揃えタンクトップに短パンの私は、どこから見ても男の子のような容姿ではありますが、性別は確かに女です。おじいさんは未だよくわからないといった顔で軽トラの荷台を顎で刺し、乗れと指示しました。まだ日は真上あたり、まだまだ遊びたかった私たちは少ししぶりましたが、おじいさんの強めの原骨で強制的に荷台に乗せられ、各それぞれ自宅へと送り届けられてしまいました。
なぜか仲間の中でそこから2番目に近いはずの私の家は後回しにされ、最後に送り届けられたことに不満を感じつつ揺られた先、ようやく私の家に着きました。おじいさんは私の手を引き、〇〇さん、バツバツです。と大声で祖母を呼びます。出てきた祖母に第一声、おじいさんは私を押し出し、あんたんとこの孫は女ん子だよな。と再び聞きます。女の子なんだけど本当にやんちゃでー。と世間話をしようとしたその時、おじいさんが割り込むように、姫さん見えよったぞ。と祖母に言いました。姫さん、お姫様、あの人が、おじいさんを見てた私は、そのまま戸惑いながら祖母の顔に目線を向けました。お姫さん見えたの？どうして？祖母は私を引き寄せ、ぎゅっとそのまま抱きしめ私の体をペタペタと触りました。ばあちゃんどうしたん？変な人なん？あの人、父ちゃんの名前呼んできたよ。そういえば祖母は、と引きつったような声を上げて、力が抜けたようにその場にうずくまりそうになっていたと思います。私はそんな祖母を支え、奥にいるであろう祖父を呼び、困ったようにおじいさんに目線で助けを求めました。ぼてぼてと気だるそうに歩く祖父は祖母の姿を見て慌てて駆け寄り、祖母を抱きかかえると、どうしたんですか？とおじいさんに声をかけます。おじいさんはまた祖母にしたような話を祖父にも繰り返し、俺は向こうに戻るからあとは、な。と祖父の肩をポンと叩き軽トラに乗り込み戻っていきました。大きくなって聞いた話によれば、そこからは仕事中の父と母に電話、村の拝み屋さん、のような方にも電話と慌ただしかったそうです。ここから先はほとんど当時の私は関わりがなく、拝み屋さんのような方に何かお払いのようなことをされ、しばらく山遊び禁止を言い渡された程度なので、当時の記憶は大体ここまで。今から話す話は、私が高校生になった頃改めて聞いた際に教えてもらった話です。姫さん、正式名称は地名が入るので姫さんで固定します。例えるなら三角三角村なら三角三角山の姫といった感じ、と呼ばれるものはよくわからない存在で、妖怪かと言われれば違うし、幽霊かと言われたら違う、神様とも言えない謎の存在で、気に入った男の子を山の中に隠してしまうそんな存在らしいです。過去にいなくなった子も、ギリギリ戻ってきた子もいて、その中で戻ってきた子の話が代々伝わり、何十年と重ねるうちに対処法も立てられるようになったと聞きました。父もその中の戻ってきた中の一人だそうです。父が怯えていたのはあの女性のことだったとその時初めて知りました。狙われる子は皆活発でいわゆる顔立ちのはっきりした子ばかりだそうで、姫さんの婿か昔の思い人の代わりを探しているのでは？と噂されているそうです。対処としては伝わる方法でお祓いし、湯船に寄付だのようなものと薬草のようなものを浮かべつかる。を10日間行い、15を超えるまでその山の付近には近寄らないといったもの。私が見てしまったのは所長がまだ来ていなかった。容姿、声も父親そっくりで女に見えなかったから父と間違えたのでは？と言われています。考察でしかありませんが、女性がなぜ父の名前を知っていたのか。父も私と同じように友人とその山に登り、女を見て逃げている途中友人に名前を呼ばれたからではと。父は、友達に名前呼ばれた直後からずっと名前呼ばれて本当にきつかった。と言ってたのでおそらくそうではないかと思います。翌年には体が大きかったからかすぐに所長が始まり、山禁止令は解かれた記憶があります。そして誰にも話していませんが、禁止令が解かれた直後その山に一人で登りました。相変わらず同じ開けたところも、あの時のグミの木もキノコも生えていましたが、女性の姿もあの圧迫感も何も感じることができず、女になってしまった自分に嫌悪を抱いて大泣きしました。男になりたかったわけではないのに、男と同じ扱いをされて嬉しかった自分がいたのだと思います。あんなに怖かったのに。小学4年も終わりに近づく頃、父母の仕事の関係でその村を出、高齢な祖父母も同じ土地に引っ越しました。あの頃の思い出は若干薄れてきつつあります。忘れる前にとここに書かせていただきました。長文多文失礼いたしました。短いけど私が体験したちょっと怖い話です。中学の頃、純ちゃんという女の子とよく遊んでいました。
私と純ちゃんは同じ町内に住んでて、両親は共働き、そして当時流行ってたアイドルの趣味も同じということもあって、気がついたら仲良くなっていました。今の時代だと共働きは珍しくありませんが、当時は物騒な事件もあってか、子供だけで留守番をさせることに抵抗がある時代で、私はいわゆる鍵っ子でした。それで純ちゃんと出会ってからは、両親が夜遅くなりそうな時は大抵どちらかの家に厄介になっていました。これが男女だったら王道的展開で運命的な幼馴染になるんでしょうが、あいにくと、私と純ちゃんは同性で異性愛者なので甘い展開はありません。その代わり、今でも忘れられないトラウマを刻むことになります。その日、私の両親が二人とも仕事で夜遅くなることがわかると、母は純ちゃんのお母さんに連絡を取っていました。しかし、珍しく純ちゃんの両親も帰りが遅くなる見込みだったらしく、この日初めて互いの両親が夜遅くまで不在にする瞬間が被ってしまったのです。ねえ、まるまるちゃん。なあに？私は学校で純ちゃんと放課後以降どうしようか相談していると、純ちゃんは楽しげにこう言いました。明日休みだし、今日は私の家に泊まらない？どっちの親も帰りが遅いみたいだし。私は二つ返事で了承しました。私が純ちゃん家に厄介になるにしても、いつ帰るかわからない親を待って夜遅く家に帰るより、そのまま純ちゃん家に泊まった方が色々とおしゃべりもできて楽しく過ごせる。純ちゃんの両親も子供が夜遅くまで一人にならないで済むし、至れり尽くせりです。いいね、それ。こうして私たちは昼休みに学校の電話を借りて、互いの両親に純ちゃん家お泊まり計画を話すと、簡単に許可をもらえました。ただし、夜更かしをしないことや歯磨きなどはちゃんと済ませてから寝ることなど、細かいことをいろいろと言われましたが、修学旅行みたいで少しワクワクしていました。放課後、一旦自宅に戻った私は私服に着替えて、一泊分の下着やパジャマをカバンに詰め込み、漫画や雑誌といった娯楽にお菓子なんかも用意して純ちゃんの家に向かいます。純ちゃんお待たせ。いらっしゃい。出迎えるのは純ちゃんだけ。今この家に大人はいません。私と純ちゃんだけの根城となった純ちゃん家。私たちは早速リビングに行って推してるアイドルの録画を何度も見返したり、雑誌を見てキャーキャー言って騒いでいました。晩ご飯は簡単なレトルト食品を用意してくれていたので、調理工程もなくさっと済まし、お風呂も一緒に入って時間短縮。当時週末のゴールデンタイムでやってた音楽番組に間に合わせると、純ちゃんと二人でソファーに座り、好きなアイドルを鑑賞しました。最高だ。最高の一日だ。同じ趣味思考を持つ友達とこうして二人っきりで時間を過ごせるのが、ここまで楽しいとは思っていませんでした。そうこうしているうちに夜の9時を回ろうかとしており、私たちは少し散らかしてしまったゴミを片付け始めました。いつ純ちゃんの両親が帰ってきてもおかしくないので、おとなしく留守番していた体裁は保たないといけません。歯磨きも終わらせて、あとはテレビを見ながらしくしくと宿題に向かっているだけでしたが、意外にも純ちゃんの両親はまだ帰ってこないようで、純ちゃんもしきりに時計を見ながら、今日遅いなぁ、と不安そうにしていました。このまま両親が帰ってこないのではないか。そんなことがあるはずありませんが、私も一人でいつも留守番していると、時折両親に忘れられているのではと不安になることがあるので、純ちゃんの落ち込みようは共感できて悲しく思いました。それに私の両親の方も予定より遅くなるのか、いつもなら帰宅する前に電話で知らせてくれるのに、一向にかかってくる気配がありません。そんな時、玄関から、と3回、握り拳を作って小指球で軽く叩いたような音が聞こえてきました。私と純ちゃんはビクッと音の方に振り返り、え、何の音？と驚いたように目くばせしましたが、すぐに玄関を叩く音だとわかり、恐る恐る玄関へ向かいました。当然ながら家の明かりはついているので、家主がいることは外から見ても明白。それなのにインターホンを押さずにわざわざ玄関を叩くのはなぜなのか。私たちは不思議でなりませんでした。妙な違和感があってか、私たちは音を立てずに玄関前にやってくると、純ちゃんが出しっぱなしにされたサンダルに片足を立てて、ドアスコープから外を覗き込みます。私はその様子を息を呑んで見守っていると、純ちゃんが覗く真っただ中でさえもお構いなく、と玄関は叩かれていました。でもおかしいのです。誰もいないんだけど、純ちゃんはドアスコープから離れて振り返ると、青ざめた表情で言いました。ねえ、ちょっと見てみて。本当に誰もいないんだよ。と小さく震える純ちゃんに迫られて、
今度は私がドアスコープを覗きます。誰もいませんでした。ほとんど真っ暗ですが、それなりに街灯でぼんやりと外の景色は見えます。それなのに家の前には人っ子一人いません。しかし、現に私が覗いているのに。と玄関を叩く音は続いていました。どうなってるの？わかんないよ。急に怖くなってきた私たちは玄関から離れてリビングに戻ると、テレビの音量を上げました。この時間になると明るいバラエティ番組なんかがなくて、どの曲もドラマや報道ばかりでしたが、それでも賑やかしに雑音が欲しかったのです。いたずらかな？もしかしたら誰かのいたずらかもしれない。ピンポンダッシュとか流行ってたので、たまたまこの家の玄関を叩いては隠れて家主の反応を楽しむ輩がいたのだと、私たちは考えました。しかし、玄関を叩く音は定期的になります。その度に二人で抱き合って震えていましたが、何回目かになるとさすがに慣れるというか、体勢がついたのか、もう一度ドアスコープから外を確かめに行ったりと大胆になりました。何度覗いても誰もいませんでしたが、何か細工があるのかと思い始めた頃、純ちゃんが、二階から見てみよう、と言い出しました。純ちゃんの部屋の窓から玄関先を見下ろすことができるのは私も知っていたので、一緒に二階に移動します。ただし、私たちが2階に上がることを知られるのが嫌だったので、階段や2階の照明はつけずに暗闇の中を壁伝いに上がりました。純ちゃんの部屋に入ると、泥棒になった気分でなんとなく姿勢を低くして窓辺に歩み寄り、カーテンの動きでバレないようにわずかな隙間からこっそりと外を覗き込みます。屋根が若干目隠しにはなっているものの、玄関先の足場は丸見えなので誰かがドアの前に立っていればわかるはずです。しかし、私たちが見る限りでは玄関前には誰も立っていませんし、家の前の通りにも誰もいません。それなのに、とわずかに2階にも音が聞こえてきました。誰もいないよ、ねえ、どうやって叩いてんの？純ちゃんは叫びたい気持ちを押し丸すように私にしがみついてきました。私も同じ気持ちで震えていましたが、ふと妙な視線に見つめられている、そんな感覚が電流のようにほとばしり鳥肌が立ったのです。ちらりと外を覗くも玄関先には相変わらず誰もいない。じゃあ、この嫌な視線はどこからなのだろう。そう思っているとあることに気づきました。純ちゃんの部屋には珍しい天窓がついています。普段は遮光レールのようなもので日差しを防いでいますが、純ちゃんは基本的には遮光レールを使わずに裸の状態にしています。唐突にその天窓が気になった私はおもむろに顔を上げました。やはり、視線の正体は天窓からでした。そこには弱々しい月明かりが逆光となって、うっすらと人が覗くようなシルエットが浮かんでいました。しかし、それを人と認識することはありませんでした。よく夜行性の動物が暗がりに入ると目が光りますが、まさしくそのシルエットも薄緑色に似た眼光を放っていたのです。それも4つも光っていました。私があんぐりと口を開いたままそれを見ていると、玄関の方から、と強く叩かれる音が鳴りました。驚いて、ヒーヒーと二人で抱き合っていると、今度は頭上から、と両手で窓を叩く音が部屋中に響き、純ちゃんの、キャー、という悲鳴が私の耳を通り抜けました。頭上の音は、あの天窓にいるシルエットが発狂したように天窓を叩いているせいでした。玄関を叩く音、天窓を叩く音、純ちゃんの悲鳴、この三つが合わさったことで私の頭の中は不協和音でクラクラしましたが、そんな喧騒の最中に、開けろー、という低くくぐもった男の人の声が聞こえたのです。思わず天窓を見てみれば、あのシルエットが頭や両手で天窓を叩きながら、開けろ、開けろー、と叫んでいるのがわかりました。私は口を固く結んで気合を入れると、純ちゃんを引っ張り起こして部屋を出て行きました。と言っても、逃げ場なんてどこにもないので、未だ大音量でニュース原稿を読み上げるアナウンサーの声が聞こえるリビングに戻っただけです。が、何を思ったのか家電の受話器を取って母の携帯電話にかけました。すぐには出なかったので次に父の方にかけると、20秒くらいで父が出てくれました。父が、はい、〇〇です。と喋ったのを確認した私は、お父さん、お願い早く帰ってきて、と叫びました。多分、父も驚いたと思いますが、私はとにかく、早く、帰ってきて、純ちゃんち、と必死に訴えることしかできず、父が、何があったの？今は大丈夫なのか？
という質問に答える余裕はありませんでした。それからしばらくリビングで純ちゃんと震えていると。とインターホンが鳴りました。その当時、純ちゃん家のインターホンにはカメラがついてなかったので、私たちはインターホンには応答せずに、わざわざドアスコープを覗いて確かめました。それでインターホンを押したのが私の父だとわかると、私は解錠して一目散に父に飛びつきました。父は抱きつく私をなだめながら。おう、大丈夫か？何かあったのか？純ちゃんのご両親は？と、気になることを立て続けに聞いてきましたが、私も純ちゃんも緊張の糸が切れたように泣き始めたので、一旦私たちが泣き止むまでリビングで落ち着かせることにしました。そして、私たちは父にこれまでの事情を話しました。玄関を何度も叩かれたこと、外を見ても誰もいなかったこと、天窓に人のシルエットが見えたこと、これは私しか見ていませんが、天窓も叩かれたこと、父はすぐに純ちゃんから懐中電灯を借りると、家の敷地内をくまなく見て回ってくれましたが、誰かがいた様子はなかったそうです。それに2階に上がって純ちゃんの部屋や他の部屋、天窓のことも確かめてくれました。とてもじゃないけど、屋根の上に登るのは現実味に欠けるので、私の見間違いじゃないかとも言われましたが、私ははっきりと人のシルエットと4つの眼光を見たのです。しかし、実際に怪しい人が家の周りにいなかったので、父は、いたずらだろう。と言っていました。その後、ちょっとしてから純ちゃんの両親も帰宅して、父が私がお世話になっていることを挨拶しつつ、ことの成り行きを説明してくれました。結局、その日は私は父に連れられて帰宅することとなり、お泊まりは中止になりましたが、私と純ちゃんの親が話し合った結果、警察には夜中に玄関や窓を叩かれる被害に遭ったと相談だけでも入れることになったみたいです。子供が一人でいる可能性もあるので、おまわりさんも地域の見回りを強化する対応を取ってくれましたが、いたずらの犯人を捕まえたという報告は、私が大人になるまで聞いていません。あの時、純ちゃん家の玄関を叩き、天窓に現れた4つの眼光を持つシルエットは何だったのかは未だにわかりません。その体験のせいで私は天窓が苦手になり、一人暮らしの物件探しの時でも、天窓がついてる部屋だけは避けるようになりました。ちなみに純ちゃんは天窓を叩くシルエットは見ていないので、今でも。マジで見たの？と半信半疑ですが、一人で留守番するのがトラウマになっているらしく、大学は実家から通えるところに決めています。俺は田舎育ちなんだが、中学生の冬ヤバいやつと遭遇した。毎年結構な雪が積もる地方で、その年は例年以上に積もってた。スライド式の玄関なんだけど、玄関ポーチを越えた先から白い壁に覆われてたから驚いたものだ。1階の窓は半分くらい埋まってたし、家が半地下に沈んだのかと思うほどだった。おかげで1日中雪かきを手伝わされて友達と遊ぶ暇なんてなかったし、そもそも友達の家に向かうための道路も雪で埋まってたから、みんな今頃雪かきしてんだろうなぁ、と雪国の大変さを身に染みて感じた。昼を過ぎた頃、ようやく家の周りに最低限人や車が通れるスペースを確保し終えると、友達から電話が来て、鎌倉作ろうぜ、と誘われた。それで俺は近くの公園、なのか知らないけど、水路や遊歩道があって、ちょっとした遊具がポツポツと置かれている広い遊び場で待ち合わせすることにした。表通りに出ればガードレールが雪の壁になってて笑ったが、どの運転手も慎重に運転してて大変そうだった。それで約束の公園に来ると、予想以上に一面銀世界。ゲレンデみたいで圧倒された。ちらほらと家族連れや子供が遊んでたが、友達の姿はまだない。俺は誰かが踏み固めた遊歩道を歩いて、公園の中を散歩しながら雪景色を堪能することにした。敷地の高台のところに、見晴らし台みたいなのが設置されてるんだけど、とりあえずそこを目指す。見晴らし台に到着して公園の中を一望するとまた違った景色が広がった。のどかな自然の広がりの先に生まれ育った街並みも真っ白に染まっている。十何年と過ごした街だというのに、この絶景は格別に思えた。そうやってどの方向も楽しんで眺めていると、街とは反対側に雑木林があり、その中に人影を見つけた。はじめはただ人が遊んでるんだろうと思ったが、よく見てみると格好がおかしかった。白い服装が背景と同化してたが、かろうじて木の前を横切る時に人間の輪郭が見えたので人なのはわかる。
でも、大きいフードをかぶってるのか頭が大きく見えた。ちなみに頭髪なのかわからないが、髪色も灰色ぽかった。何してるのか気になった俺は、見晴らし台から降りてそれが入っていった林へ向かった。遊歩道がなく、人の手入れのない林の中。大人になれば人気のない場所に行くのがどれだけ危険かは理解できるものだが、当時の俺は好奇心の方が勝ってて、何も考えずにそれを追いかけてワクワクしてた。それが入り込んだ林の中は誰も通っていないのか積もった雪はそのままで、それの引きずったような足跡しかない。俺はそれが踏み固めた雪の上を歩いて後をつけるんだが、だんだんと公園から離れていくので、背後に公園が見えなくなってようやく恐怖が宿ってきた。ちょっと引き返そうかなと思った矢先だった。と音が鳴った。どこかで木が揺れて枝に積もった雪が落ちてきたようだ。驚いて木の陰に身を潜め、そーっと顔を覗かせると、多分100メートルくらい離れた位置にそれを見つけた。豆粒とまではいかないが、目を細めてようやく何か体を動かしていることがわかる距離。まるで踊ってるように手足を上下に動かしてるように見えるが、どうにも鮮明に何をしているのかがわからなくてムズムズし、線路にもそれに近づく俺。ちょっとずつ近づくと、それがどんな格好をしているのか見えてくる。それは白地の和装に白い羽織、焦げ茶っぽいふさふさの長髪を生やした鬼の面をしてた。そして、手足を動かしていたのは、狂ったようにナタを振り上げては叩き下ろす動きの繰り返しで、その足場には雪と一緒に血に染まった肉塊が転がってた。それはその動かない肉塊に向けて何度もナタを叩きつけてたんだが、その様子がまるで踊ってるように見えていたと気づく。ゲームなんかで見る儀式みたいだとも思ったが、さすがに血色のシャーベットが広がっていくのを見ると気分が悪くなる。俺は気づかれないようにそっとその場から離れようとするも、不運なことに少し強風が吹いて、ちょうど俺が隠れている木に積もった雪が、と落ちてきた。その一部が頭に落ちて首筋から背中に入ったから、冷たさでうほうって変な声が出てしまうと、すぐにハッと前を見る。それがめっちゃこっち見てた。俺の中では1分くらい見つめ合ってたと思う。向こうもこの雪景色と雑木林特有の視界の悪さのせいで、すぐには俺の存在に気づかないと思ってた。でも、実際はほんの数秒くらいで、それがナタを振りかざしてこっちに走ってきたから、一瞬で俺の存在は気づかれてた。俺は雪に足を取られながらすぐに逃げ出したが、それはずっとナタを振りかざしたまま無言で俺を追いかけてきた。マジで怖かった。余談だが、昔ドラマで見た金田一の雪夜叉を思い出した。それの足はそこまで速くなかった。雪道なのが幸いしたのか、子供の俺の方が小回りが効くのか、木々を避けて最短ルートで直進するのが俺の方が上手だった。ただ、林の結構深くまで入ってたから、逃げてる方向が公園で合ってるのか少し自信がない。それでもそれに追いつかれるわけにはいかないのは本能でわかってたから、全速前進で林を突っ切った。たまに後ろを振り返ると切れてんのか知らんけど、枝木に八つ当たりするようにナタを打ちつけてるのが見える。マジで追いつかれたらナタで丸されるのがわかると、その恐怖心が動力源になって、かつてない速力と持久力を俺は発揮した。すごい長い距離を走った気分だったが、多分5分も経たずに公園の端っこあたりのエリアに抜け出した。最悪なことに遊歩道でもないせいか、そこには遊歩道から除雪された雪が寄せ集められていて、俺の背丈ほどまで高く積み上げられた防壁みたいになってた。ぴょんぴょんと跳ねれば、雪の防壁の奥に馴染みの建物が見えるから公園のどこかだとは分かった。このまま雪の中を突っ切ってもいいのだが、公園には水路がある。一瞬、この雪の中を突っ切って溝に落ちないよな？と躊躇したが、それのことを思い浮かべると、溝に落ちて水浸しになるくらいどうってことないと覚悟して、雪の中に突っ込んだ。ついでにあいつが俺を見失ってくれるように、なるべく俺がくぐった道にかき分けた雪を崩して道を塞ぐようにしたが、意味があるのかはわからない。そうやって雪の中を泳ぐように直進していると、急に足場が消えたようにふわっと体が落下した。水路に落ちた。水路といっても深さ1メートル程度で水かさも30センチに満たない、ちょろちょろと流れている水路。それでもバシャッと足から浸かれば瞬く間に靴や靴下に染み込み、跳ねた水で膝下あたりまで急激に冷却されて体の芯が震えた。おまけに軽く手をついたから袖口もびしょびしょだった。幸い足をくじくでもなく、
ちょっと服の下ですりむいた程度だったが、水路の対岸も雪の壁が出来上がってて、水路の深さ1メートル程度に積雪数メートルが合わさり、絶壁に見える。これ登れるか?と考えているうちにどこからか。と雪をかき分けるような音が聞こえた。それが近くまで来ているのかと思った俺は、なるべく音を立てないように。とひとまず水路を進み、その場から距離を取る。水路はずっと直線というわけではなく、緩やかに曲がったり直角に曲がったりと、うねっていたのがかえってそれの追跡をしのぐ助けになった。俺が落ちた場所はもう見えなくなったから、水路を追ってこない限り見つかることはないだろう。それよりもどこから這い上がろうかと悩んでると、遊歩道と交わるように水路が地下に続くところがあって、そのあたりはある程度除雪されているから足場もあって登りやすそうだった。そこから遊歩道に上がる際に頭だけ出して念のために周囲を確認してみたが、白い和装をした不審者はどこにも見当たらなかった。公園内には雪で遊んでいる子供たちや親子連れがいたので、人里に降りたように俺は安堵しながら地上に立った。するとタイミングよく友達が、おい、何してんだよ。と手を振りながらやってきた。友達はびしょ濡れの俺の姿を見て、この雪の中で寒中水泳か?と笑ったが、俺は、ちげえって、めっちゃヤバいやついたんだって、とここまでのエピソードを話してやった。でも友達は、どこにいるんだよ?と、本当なら案内しろよと言わんばかりの態度で俺に詰め寄ってくる。案内したい気持ちは山々だが、今の俺は投資しそうなほどに震えていたのもあって、と、とりあえず一旦家に帰る、と歯をガチガチさせながら友達と俺の家に向かうことになった。だが、公園を出ようとした時、遠く離れた林側に積まれた雪の壁から覗くように、鬼の面をつけたそれが公園内を見渡しているのを見てしまった。すかさず、壁になって、と俺は心もとないながらも友達を盾にして身を縮めるが、友達は、うん?とちょっと困惑してた。俺は、ちょっと早足で行こう、と無理やり友達の袖を引っ張り、公園を足早に出て行った。公園を出る際、ちらりとそれがいたあたりを確認したがすでに姿はないようだった。それが俺の背格好をしっかり見ていたのかはわからないし、もしかしたらあの鬼の面のせいで視界が悪く、俺の背格好や服装なんかを鮮明に見ていない可能性もある。だからなのか、その日以降それと開講することはなかった。ちなみに、その日着ていた服は二度と着ていない。あの不審者が服を覚えているとも考えられるので、一応着ないように注意した。奴が林の中で何をズタズタにしていたのかはわからないが、人死にや失踪者が出たなんて噂やニュースを地元で聞かないので、多分だけど小動物でも丸飼いして楽しんでる異常者だったのではないかと俺は考えている。当時の俺は怖くてその時の体験を友達にも家族にも話していないが、今振り返れば家族にくらいは打ち明けていた方が良かったのかもしれない。子供の頃、トイレ行きたくなって目が覚めるの怖くなかった?俺はすごく怖くて、いつも母親を起こして一緒に行ってもらってた。時々、母親の髪とか寝巻きとか変に乱れてる時があって、そんな時は母親がなんだか不機嫌だったんだけど、今考えると大人の事情だったんだな、多分。3歳違いの妹いるし。それで、ビビリの俺も大人になって、結婚して、子供できた。長男。かわいい、すげえかわいい。抱いてあやすとニコニコ笑うし、もう最高。こないだまでおむつ替えてた感じなのに、子供ってあっという間に大きくなるのな。嫁がトイレトレーニング始めてさ、嘘みたいにうまくいって拍子抜け。そこで気がついたわけよ、こや、いよいよ俺たち?もう起こされるって。だけど全然起こされない。嫁に聞いても起こされたことはないっていう。俺と違って寝るとトイレが遠い子供なんだなって思ってた、その時は。でも、そうじゃなかったんだ。わかったのは3歳の誕生日過ぎた頃。ある日、職場の飲み会で帰るのが遅くなった。前もって話してあったから嫁と息子はすでに寝てる。家の中真っ暗。飲み足りなかったんで、帰りにコンビニで買った酒とつまみで延長戦。いい気分でダラダラしてたら、寝室から。と物音。ビビって廊下を覗いたら、寝室の襖がスーッと開いた。嫁に怒られる?嫁は俺が酔うのは嫌い。でビビったら、出てきたのは息子。電気もつけず廊下を横切ってトイレに入った。何かブツブツ言う声が聞こえたが、しばらくしたら水を流す音がして、ふ
普通にトイレから出てきて、寝室に戻って襖を閉めた。俺には気づいてない様子。その後聞こえるのは寝息だけ。寝室を覗いたら、嫁と息子はすごい寝相で爆睡。翌日、息子と自転車乗りに行く約束してたんで、二人で公園に出かけた。一休みした時にふと昨夜のことを思い出して、息子に聞いてみたんだ。〇〇は夜一人でトイレ行けるの？すごいなぁ、怖くない？ええ、全然怖くないよ。だって、いつも夜はトイレに龍がいるから。は？龍？トイレに龍がいるの？うん、水溜めるタンクがあるでしょ。いつもあの上にいるよ。じゃあ、自転車のカレンダー貼ってあるところ？そう、真っ白で小さい龍。最初ヘビなの？って聞いたら龍って言った。小さいって、どのくらいの大きさ？このくらい？両手を幅1メートルくらいに広げて。そんな大きくないよ。このくらい。息子が広げた手の幅は20センチくらい。目が覚めたら、いつもトイレは少し明るくて、中に龍がいるよ。龍はまた来たかって言うから、〇〇もおうって言ってしっこするの。しっこしてバイバイって言ったら、龍もバイバイって言うよ。そんで寝る。その龍は、ムーミンの龍に似てる？羽は生えてる？ DVD 参照。全然似てない。髭が長くて鱗がある。羽はないけど浮いてるよ。もっと聞きたかったが、その日はそれ以上龍の話はしてくれなかった。でも、半月ほど経った休日、一緒に近くの港で釣りをしていたら、今度は息子が自分から龍の話を聞かせてくれた。昨夜の龍は様子が違ったという。昨日は、トイレに龍いなかったよ。だから一人で出庫した。でもトイレから出たら、廊下の天井に大きくなった龍がいた。廊下の天井は狭いから、くねくね曲がって天井にはまってた。龍って。おお、ここにいたの、大きくなったねって言ったら、いろいろあってさ、って。もうトイレにはいないの？って聞いたら、明日からはまたトイレにいるよって。息子は4歳になった。今も一人で夜トイレに行く。時々今もトイレに龍いる？って聞いたら。いるよ。って言うんだけど。一体息子には何が見えているんだろうね。俺も小さい白い龍、見たいよ。怖くない話でごめん。お前さん家に低級な霊がいるな。気をつけた方が良い。低級な動物霊か。そいつが息子を騙してるにしても、今のところ悪い影響はないみたいだし、トイレの世話楽だし。でも状況変わるかもしれないから気をつけるよ。ありがとう。友人に昇格したての元蛇神様だろ。お前は見守られてなかったんなら、母方からついてきたんじゃない？息子さん守られてるんだね。いいね。友人に昇格したての元蛇神様が息子を守ってくださってるなら嬉しいな。俺を守ってくれたらトイレ怖くなかったと思うと少し複雑だが。嫁は四国出身。山の中の小さい村、龍との関係は全然わからない。川出て長エビ取って遊んだ話は聞いたことあるけどね。龍族、紀元前3000年以上前から稲作中心の超古代文明を築いており、東方の海へと逃れた民が現地住民と交わり、台湾人、日本人となったという説もあり、台湾人や日本人の祖先の一つともされる。龍族と同じく龍神、樹下、福木を祀るが、犬ではなく蛇や蝶を神と崇めるのが特徴。と、これはお礼のレスなのかな？龍族とか台湾とか龍族とか全然わからないんだけど、ちょっと、蝶を神と崇める、の下りで鳥肌。去年、滝のある川に遊びに行った時、河原で水を飲んでいたらしいアゲハ蝶の大群が、一斉に飛び立って息子の周りを乱舞したことがあるんだ。息子は、蝶々いっぱい。って笑ってたんだけどさ。連休で暇だし書き込んでみるかと思って書き込んだんだけど、いろいろな反応があって興味深かった。ありがとう。じゃ、ロムに戻るよ。龍が大きくなってるのはなぜだかわかるか？お嫁さんにいろいろ話を聞いてみたら、いいよ。そしたらまた書き込んでくれ。にしても、ID63RHTJAWO さんのお嫁さんはいつもトイレをきれいに掃除している人なんだね。でなきゃ神様はもちろん、そこら辺の霊だっていつかないよ。ロムに戻るって言ったんだけど、みんなのレスがあまりに興味深いので、もう少し書くよ。738、龍が大きくなった理由は俺も不思議だったんで息子に聞いた。でもあっさり。わかんない。って言われて終了。何かの記念日とか、満月とか、いろいろ考えたこともあるけど全然無関係。トイレに戻るとやっぱり20センチくらいの大きさみたい。大きくなったのは何回か見たことあるって言ってた。740、あんた超能力者か？それこそ鳥肌。
嫁は 100% の天然系だけど、なぜかトイレは神経質なくらい綺麗に掃除する。はみ出して汚すと怒られるんで、俺も結婚後はスワリション専門になった。休日は俺と息子もトイレ掃除頑張ってるよ。蛇にしろ竜にしろ水の守り神だから、汚れが溜まりやすいトイレに住み着いてるなら非常にいいことだと思うよ。つか竜が人前に姿を現すのはよっぽどのことだから、息子さんは偉人になるかもね。どの子供にも言えることだけど、できるだけ自由にしてあげてダメなことだけ叱るといいよ。足し算教えようとして、俺が泣きそうになることが何回もあるくらい息子は頭が良くないので、偉人になるとはとても思えない。でも、息子を釣りに連れて行くと、なぜだか坊主はないし大物ゲットも多数。潮干狩りに連れて行ったら、お父さんあれ何？って、ものすごく大きなトコブシ見つけたこともある。水場で縁起がいいのは確からしい。で、ここから鳥肌パート2。嫁は、勉強なんかできなくてもいいよ。で、一緒に泥遊びとかしてる。ほんと放任主義？って心配するくらい、普段は息子のやることに干渉しない。でも、隣の家の犬をいじめた時は、口から血が出るくらい叩いて叱ってた。もしかしてあんたも、超能力者？嫁は四国出身。山の中の小さい村、竜との関係は全然わからない。ただものでない予感。嫁さんに村の神様や伝承のこと、いろいろ聞いてみんな。面白い話を期待。先に書いた通り嫁は 100% 天然系で、その意味ではただものではない。今朝、朝マックしようって誘っていろいろ聞いてみようとしたんだけど、結果は乾杯。細かいことはあんまり覚えてないから、来年の夏休みにでも両親に聞いて。でさ、はぐらかされてるような気もしたが、機嫌を損ねるといろいろまずいので深追いは断念。それと、嫁は泳ぎと潜りがすごくうまい。川で遊ぶとあんな風に育つのかな。そういえばトイレをきれいにしていると、金運がアップするというよね。あれってきれいなトイレ、イコール水場に蛇神様や竜神様が住み着いて、結果的にその家にお金を呼び込むってことなのかもしれない。いずれにしても、電気なしにトイレを明るくできる理由なんだから、低級霊ではないと思う。神様かそれに準じるような力を持っているんじゃないかな。実は息子が夜トイレに起きた時たまたま俺も起きてて、トイレに入るのを見てたことがあるんだけど、トイレは明るくなかった。一緒にトイレ行って竜を見ようかと思ったこともあるんだけど、息子に見えて俺に見えないという事態に多分耐えられないからやめた。低級霊じゃないなら嬉しいよ。川や神が竜の姿とは珍しい話だな。片輪の女神が多いんだが。川や神が竜というより、何かの事情で竜がトイレに居ついてるって感じなのかな。多分、民族学的なことは俺も全然わからないんだけどね。763の家の地下に水脈があって、そこの竜とかなんかね。今の家に建て替える前にそこに井戸があったり、近くに水神様を祀った神社とかはないのん？おお、あんたも超能力者なのか？俺たちが結婚してから住んでる町には、湧き水がたくさんあるんだよ。で、水神様を祀ってるぽい小さな右岸樹？もあちこちにある。地元の水脈関連ってのもありそうな話だな。これでトイレの小さい白い竜は、母方、四国由来という可能性と、地元の水脈由来っていう可能性の二つ出てきた。実に面白い。それで息子に、今度どっちなのか竜に聞いてねって言っておいた。でも、ああ、聞くの忘れた。しっこ漏れそうだったから。って言われて、終了の可能性が極めて高そうなんだが。竜の、いろいろあってさ、って世間ずれした返答に笑った。竜もなんやかやと大変なんだな。竜様に会いたい。トイレきれいにしようってここに誓う。千と千尋の白をイメージした。仲良くて笑った。大きくなっても仲良くしてくれるのかな？何にしても水の神様だろうな。興味深い話だった。結構好き。うん。竜がフランクでほのぼのした。竜のヒゲが長いのは、その竜にとても力がある証拠。中国の話だが、竜のヒゲには特別な力が宿っており、その長さで竜の核というものがわかる。絶杯の竜はヒゲがない。もしくは、短い。竜が一晩だけ大きくなったのは、本来の姿に戻る必要があったから。多分この家族に危険な事態が迫っていて、臨戦態勢だったんだろう。しかも、息子さんの話通りなら、そういう事態がこれまでも何度か起きている。ということは、この息子さんは何らかの深い因縁を背負っているんだね。竜神様への修行中な蛇神様だったのかな？これは悪い神様じゃないよねー。たまによるトイレにおちょこ一杯程度お酒備えて、息子が世話になってますってお礼言っても良さそう。
もう25年以上前の話です。あれは、私が小学2年生の時のお盆の夜でした。末っ子だった私はお盆時期に帰ってくる年の離れた兄や姉と過ごすことが毎年の行事になっており、いつも楽しみにしてました。私は兄弟姉妹が多く、お盆の時期には帰省してきた兄や姉とお話ししたり、遊んだりすることが楽しみでしたが、唯一折り合いの悪い兄が一人いました。この兄とは喧嘩が絶えず、当時兄がちょっとグレていたこともあり、近寄りがたい存在でした。ちなみにその後いろいろとあって、今では仲良しです。そんな兄はちょうどこの年のお盆に、学校の部活合宿が開催された関係で実家に不在でした。そのため、当時兄が嫌いだった私は嬉しくて仕方ありませんでした。兄を除く兄弟姉妹が集合し、無事お盆のイベントが終わり、夜になって寝る時間が訪れました。冒頭で書いた通り、兄弟姉妹が多い大家族だったため、部屋が足らず、和室や応接室で布団を引き裂こねするような形でみんなで眠りにつきました。この日私は和室で眠りました。その夜、今でも忘れることができないものを目にすることになります。夏とはいえ、実家近辺は夜間網戸にすればそれなりに涼しく、クーラーなしで眠れる日もありました。そのため、電気代節約も兼ねてその日も網戸にして眠りました。ただ当時の私は網戸にして夜眠ることについてちょっと抵抗があり、悪い人が入ってこないか、怖いもの見てしまわないか、といった恐怖心があり、嫌だなと思っていました。一度就寝した後、何時間かして夜中目が覚めました。その時にはもうだいぶ涼しくなっていたので、もう窓を閉めてもいいだろうと思い、窓を閉め再び眠りにつきました。そして何時間かして再び目が覚めました。なぜか生暖かい風が部屋に吹き込んでいることに気づきます。おもむろに体を起こし、窓を見ました。すると、窓が開いている。なんで閉めたはずの窓が開いているんだ？しかも中庭に植えてある木の葉が風で揺れている。いや、ちょっと待て、暗いのになんで木の葉がはっきり見えるんだ？あれ？うちの中庭の木って、あんな形の葉だっけ？その葉はまるで柳の葉のようでした。おかしいと思い、よく見ると葉ではなく、緑色をした長い人の髪のようでした。さらに暗い中をよく目を凝らしてみると、木の幹だと思ったところは、茶色ではなく白色で木ではありません。ひょっとして誰か立っている？思わず私は、誰？と言うと。その人物がこちらを振り返り、ものすごい形相で雄たけびを上げて睨みつけてきました。そこには緑色の長い髪で白装束を着た以上に肌の白い女性が、両手を広げながら立っていました。明らかにこの世のものとは思えない、とても生きている人間には見えない、そのように感じました。あまりの恐怖に気絶してしまいました。しかもなぜかその女性の顔は私の兄の顔によく似ていました。翌朝、目を覚ました時に窓を見るときちんと閉まっていました。あれは夢だったのか？夢にしてはリアルすぎましたので、ちょっと混乱しました。また、起きた後怖くてしばらく震えていました。しかし夢であれば起きてしばらくすれば、大半の内容はすぐ忘れてしまうもの。何年経ってもこの出来事を忘れることはできず、実際に体験したようなリアルなものでした。恐怖のあまり、この出来事を親に話しましたが、話半分でまともに取り合ってもらえませんでした。しばらく私は和室で眠ることが怖くなり、別の部屋で寝たいと親に訴え、部屋を変えてもらいました。あれは、本当に夢だったのだろうか？ただ、不思議だったのは合宿から帰ってきた折り合いの悪い兄が、人が変わったように優しくなっていたことです。関係性は不明ですが、あの夜の出来事と何か関係していたのではないかとちょっと思いましたが、さすがに親や兄には言えず、そのまま心の奥にしまっておきました。また、実家の隣に住む祖母が霊感持ちと聞いており、このことについて聞きたかったのですが、当時は不在にしており聞くことができませんでした。この時見た女性の霊の事実がわかるのは、25年以上経ってからになります。また後日談を書きます。後日談です。あの出来事から25年以上経ちました。私は大学を卒業し、県外へ就職していました。社会人になって、10年ほどの月日が流れた時でした。兄より実家の父親が病気を患い、長くはないだろうという連絡が来ました。遺産相続や今後のこともあり、他の兄弟との話し合いで実家へ戻る機会が多くなりました。そこで、実家にまつわる様々なことを母親より聞きました。実家は江戸期以前から続く名主の家系であること。GHQ の農地改革で大半の田畑と土地を失ったこと。土地を失ったとはいえ、現在も相当の土地が残っていること。
名主の家系であることや土地を多く持っていることは、祖父母の方針で孫たちの教育では伏せられていたこと。祖父は婿養子だが、祖父の実家も隣町の地主であったこと。正直、実家の詳細を知らなかった私は衝撃的でした。確かに私自身、贅沢な暮らしをしてきた覚えはなく、お小遣いをまともにもらったことがない上に、衣類や文房具類は兄のお下がりであるような環境で育てられました。むしろ、どちらかというと貧しめの環境で育った覚えがあります。大学受験の時も私自身は志望校には落ち、滑り止めの大学を行かせてもらえたとはいえ、特待生で学費の免除があったから行かせてもらえたようなもので、生活費は奨学金に頼ってました。土地がたくさんあることもほとんど知らされていませんでした。父親の病のこともあり、話し合った結果、今後は兄弟持ち回りで年に1、2回帰省して、家の掃除や庭の草刈りなどをしていこうということになりました。その後、実家の掃除、草刈り当番が回ってきた時でした。実家へ戻り草刈りなどを終え、夕食での団らんの場でいろいろな昔話をしていた時です。私はふと、祖母が相当強い霊感の持ち主であったことを思い出し、母親へそのことについて聞きました。そうすると母親は祖母よりいろいろな話を聞いており、中にはにわかに信じがたい内容もあったものの、信じざるを得ない状況を何度も経験したそうです。また、母親が言っていたのは、祖母は霊媒師並みの霊感だったようで、霊を払ったり、成仏させていたという話でした。そのおかげか、自分の先祖の大半は成仏しているのだろうから、先祖の供養については心配はいらないだろうと言っていました。その話を聞いて少し引っかかりました。本当に全員成仏しているのか？母親の話に引っかかったのは、もちろんあの日の出来事があるからです。思わず母親に対して、いや、成仏していない先祖がいるでしょう？昔俺が夢か現実かわからないけど、恐ろしい幽霊見て、しばらく和室で眠れなくなったことあったの覚えている？あの霊の顔、女性だったとはいえ兄貴によく似てたし、先祖の一人じゃないの？とてもじゃないけどまともな死に方をしているようには見えなかったよ。それになんであの時、まともに話を聞いてくれなかったの？と言ってしまいました。それに対し、当時はまともに取り合っていなかった母親が顔色を変えて、それって、あんたが小学2年生くらいの時の出来事？確かあんたが和室で寝たくないって言っていた覚えはある。その女の霊、髪が緑色で白い服を着ていなかった？と言われて、今度はこっちが真っ青になりました。母親曰く、その時期頻繁に金縛りにあっていて、誰かに首を絞められていたそうです。毎晩のように同じ目に遭うので、ある晩、母親は誰が自分の首を絞めているのか見てやろうと思い目を開けたら、緑色の髪と白い服の袖がはっきり見えたそうです。ただ、私と違って顔は見なかったそうですが、相手が女性であることは感覚でわかったようです。また、同時期に姉、最近知った事実ですが、姉も霊感持ち、が家の中で、その霊を見ていました。言われてみれば、確かにあの時期の姉は何かに気づいているような雰囲気ではありました。特に和室をよく眺めていた覚えがあります。それから母親は今は亡き祖母が言っていたことを思い出して、その内容を教えてくれました。相当の霊感持ちだった祖母曰く、私の兄と私の父の兄、おじ、が不思議なつながりがあるそうです。それに関連してそうとのことでした。ちなみに私のおじは祖母と折り合いが悪く実家を継がずに別家を建てています。また私の兄は当時、他の家族全員と折り合いが悪かったのですが、おじに対しては一目置いていて、対応が違ったそうです。その光景を見ていた祖母は、その二人の前世が見えたそうです。前世ではおじと兄が親子だったそうで、しかもこの前世でのおじと兄は実家の先祖にあたるそうです。しかも前世で兄はどうもかなり悪いことをしたらしく、特に分家であるいとこの女性に取り返しのつかないことをしたそうです。具体的な内容は伏せられていましたが、いとこだった分家の女性に好意を抱いていたようで、思いを遂げるため、前世の兄はその女性を深く傷つけるようなことをしたようです。私が見たのはその女性の霊ではないかと。記録には残っていないですが、その女性はうちの実家の先祖の一族の可能性があるそうです。ただし、先祖の一族とは言っても祖父が婿養子として隣町から実家に来ているので、そちらの先祖に関係した人物だと思います。兄とおじが祖父に容姿や性格が似ているため、そう思ってしまいました。祖父の実家も名主の家系のようですが、本家は絶家となっているようです。また、あの時期兄が家にいなかったのは合宿ではなく、素行があまりにも悪かった兄をとある寺に預けていたそうです。寺へ預けられた経緯や寺の名前、
寺で何が行われていたのかは教えてくれませんでしたが、そういう状況であったのは全く知りませんでした。よく考えたら、お盆時期に合宿なんてするはずがありません。それを聞いて一つの可能性に気づきました。あの霊は普段から兄に取り付いていたのではないかと。寺に行ったことで、何らかの理由で兄から引き剥がされたあの霊が行き場を失い、実家に来たのではないかと。戻ってきた兄が人が変わったように優しくなっていたのは、取り付いていた霊がいなくなったからではないのかと。そう思えてなりません。これを書いている今でもあの女性の顔は忘れられません。あのおぞましい顔や姿が脳裏に焼き付いています。兄とおじは先祖の生まれ変わりというなかなかカオスな状況ですが、古い家なので。にわかに信じがたいですが話はこれで終わりです。私が見たこの女性の霊が無事成仏していることを切に願います。昔、バイト先にのぞみさんっていう俺の二個上の女性の先輩がいた。のぞみさんはバイトリーダーという立場で、通常業務の他に新人研修なんかも任されていて、俺ものぞみさんから仕事のいろはを教わった。そののぞみさんと昼食を共にする機会があって、仕事のこと、休日の過ごし方、犬派か猫派かとか、そんな他愛もないことを喋りながら食事をしていた。休憩室のテレビからはお昼のワイドショーが流れていて、昨今の不登校時の増加について有識者たちがそれぞれの意見を披露していた。不登校か。私も小学生の頃不登校だった時期があったな。向かいに座ったのぞみさんが、テレビを見ながら遠い目をしてしみじみという。不登校って言っても私のはそんなに重たいやつじゃなかったけどね。せいぜい1ヶ月ぐらいで学校に復帰できたし。けどあの事件は未だにトラウマだよ。雑談のネタも尽きてきた頃だったし俺も興味があったから、退屈しのぎにとのぞみさんが不登校のきっかけになったという、その事件とやらの顛末を語ってくれた。のぞみさんが小学6年生の時の話。当時は同じ学年の女子の中では背が高い方で、女子バスケ部で活躍していてそれなりに充実した生活を送っていたという。のぞみさんの学年では朝の会と1時間目の間の15分間、クラス全員が4、5現金で、図書室から借りてきた本を読む読書タイムというのを設けていた。この時のぞみさんが読んでいたのは、大して面白くもないティーンズ向けの文庫本だった。漫然とページをめくり続けて、物語も終盤に差し掛かった時。ん?ページの上部の余白に手書きの文字が書き込まれていた。図書室の海外文学の棚。一番下の段の赤毛の案。50ページで待ってる。よくあるしょうもないいたずら書きだ。以前の借り主が書いたんだろうか。のぞみさんはその落書きを無視して意識をまた物語の方に戻した。読書タイムが終わり、1時間目が始まる頃には余白の書き込みのことは頭から消えていた。後日、読み終えた本を返しに休み時間に図書室に行き、返却手続きを終えたのぞみさんは例のいたずら書きをふっと思い出す。まあついでだし、とからかい半分で海外文学の棚に向かう。一番下の段の端っこに確かに赤毛の案があった。本を手に取り50ページ目を確認する。見つけてくれてありがとう。一階の保健室の向かい。右から2番目の掲示物の裏のメモ。またしても余白にメッセージが書かれていた。のぞみさんは色を疲れた。バーカ、とかそんなくだらない言葉が書かれていてそれでおしまいと予想していたが、さらにこのように具体的な指示があるとは思ってもみなかった。掲示物の裏にあるメモ。これには好奇心を刺激されたのぞみさんは早速指示の場所へ向かった。保健室向かいの掲示コーナーには4枚のポスターが貼っており、右から2番目は夜更かしの悪影響について図解入りで解説されているものだった。周囲に人がいないか確認する。ポスターの四隅が画鋲で止められていたので壁との隙間に手を入れ探ってみると、壁際に何かが貼り付けてある。剥がしてみると折りたたまれた1枚のメモ用紙だった。開いて、目を通す。最後のお願い。放課後の16時。北校舎4階の女子トイレ。奥の掃除用具入れ。このメモを持って一人で来て、君に見せたいものがあるの。その文言にのぞみさんは完全に心をつかまれたという。それから授業中も給食も清掃も、どの時間も上の空で過ごし、頭の中は例のメッセージでいっぱいで放課後が待ち遠しかった。このことは友達には言わなかった。自分一人だけの秘密の楽しみにしたいという思いがあったからだそうだ。そして帰りの会を終えてついに放課後。流行る気持ちをできる限り抑えながら北校舎へと向かった。しかしどうしても足早になってしまう。
変な話だけど、自分が物語の主人公になったっていうか、そんな気分だった。現実にこんなことがあるんだって感動すらしたよ。その時の心境をのぞみさんはそう振り返る。渡り廊下の先の北校舎には普通の教室はなくて、音楽室や理科室といった特別教室が並んでいる。その4階といえば社会科資料室と音楽準備室、あとは2つの空き教室しかなくて人がほとんど来ない場所だ。階段を上がり静まり返ったリノリウムの廊下を進み、いよいよトイレにたどり着く。西日が窓から差し込む静寂に包まれた誰もいないトイレは、不気味なだけではなくどこか幻想的でもあった。奥に進み、経年劣化でボロボロになった掃除用具入れのロッカーの前に立つ。聞こえるのは自分の高鳴る鼓動だけ。誰かいるの？話しかけるも声が壁に反響するだけで返事はない。ノックしても反応なし。恐る恐る取っ手を引くもロックされているのか扉は開かない。そういえばメモには放課後の16時とあっただけで、日付の指定はなかった。今日ではなかったのかも。そう不安になったところでロッカーののぞみさんの胸あたりの高さに、5ミリ程度の小さな穴が開いているのに気づいた。穴の下にはマジックで、ここ、と書いてあるのが読めた。君に見せたいものがあるの。メモの言葉を思い出し、身をかがめてゆっくりと赤サビだらけのロッカーの表面に顔を近づけ、片目で穴の中を覗き込む。暗い。目を凝らしてみる。やはり真っ暗闇で内部が何も見えない。と、その時。何とも言えない強烈な嫌な感じがした。なぜかはわからない。第六感が働いたとしか言いようがない。のぞみさんはロッカーからパッと顔を離した。それとほぼ同時に。穴からマイナスドライバーが突き出ていた。はじめは意味がわからず鈍く輝く目の前のそれを呆然と眺めていたが、数秒置いて理解が追いつき、思い出したように悲鳴を上げた。その間もドライバーは容赦なく暴れ狂っていた。魂を凍りつかせ、もつれる足でトイレから飛び出し、南校舎の職員室へと全力で駆け出した。しどろもどろになりながらもなんとか教員に事情を説明し、共に現場のトイレへと急行する。戻った時にはロッカーの扉は開いており、中には数本のデッキブラシがあるだけですでに無人だった。この事件を受けて学校では全体集会が開かれる事態となった。さらに各クラスで無記名アンケートも実施されたが、犯人は見つからずに終わった。間一髪とはいえ私はどこも怪我してないし、学校も大ごとにはしたくなかったみたい。悪質ないたずらってことでうやむやのまま卒業の時期になっちゃった。あっけらかんとのぞみさんは言うが、小学生当時はやはり心に傷を負い、しばらく学校に行けない日々が続いた。今でも玄関のドアスコープを覗くのは怖いという。誰の仕業か心当たりはなかったんですか？と俺が問うと。全然ないよ。光って言えるけど私誰かをいじめたりとかしなかったし、恨まれるようなことは何もしてないよ。と否定する。そこで今度は、のぞみさんの身に何かあって得するような人はいなかったですか？と聞いてみた。するとのぞみさんは眉間にシワを寄せながら虚空を見つめ、記憶を探るような表情をし、やがてぽつりと。さやか。とつぶやいた。さやか、というのは隣のクラスで同じ女子バスケ部に所属していた子だという。当時はそのさやかとレギュラー争いをしていた。結局のぞみさんは部活どころではなくなったので、レギュラーの座はさやかが手にしたわけだ。確かに彼女に動機はありそうではあるが、しかし。あ、でもさやかが犯人ってのはそれこそ絶対ありえないからね。誰が見ても熱血スポーツ少女って感じの子だったし、それに私が学校行けるようになって最初にねぎらってくれたのもさやかなんだよ。コーチやチームメイトからの信頼も厚く、小柄な体で人一倍ひたむきに努力し、試合に勝てば誰よりも声を上げて喜ぶ、快活さを絵に描いたようなさやか。後輩の指導にも熱心で慕われていたらしい。そのさやかがどす黒い感情を胸に秘めて狭く暗い密室にじっと潜み、のぞみさんが来るのを今か今かとドライバーを握りしめながら待ち続けるなんて陰湿なことをするのは絶対考えられない、とのぞみさんは力強く断言した。さやかはのぞみさんとは別の中学に進み交流はそこで終わったが、SNS での情報によれば現在、公立の小学校で教師をしているとのこと。のぞみさんがそこまで言うならそうなんでしょうね。と、俺が気の抜けた返事をしたところで休憩時間は終わり、俺とのぞみさんは仕事に戻った。もう弱い80になる母に、肝臓がんが見つかったのが半年ほど前のことだ。
手術で除去するのはかなりのリスクがあること。体力的に大手術には耐えられないかもしれないこと。それらを考慮し、僕ら家族はこのことは母には伏せ、残りの余生を好きなように生きてもらおうと考えた。ある時、iPad で Google Earth を使い、母の生まれ故郷の様子を見せてあげた。便利な世の中になったものだ。最後に母が故郷へ帰ったのは、かれこれ40年ほど前になるだろう。それほどまでに、母にとってはなかなか帰れない土地でもあったのだが、今ではネットで簡単に路地裏まで見ることができる。母は非常に感激し、また興奮していた。かつて通った小学校もまだ健在だった。友達の住んでいた家や懐かしい店もまだある。次々に記憶が蘇ってくるのか、今まで聞いたこともない話がつらつらと母の口から出てくる。この場から動かずとも、遠い地に行った気分になれるのだから本当に素晴らしい。だが、母からさらに思わぬ話を聞くことになる。本当はね、ここよりもっともっと山奥で生まれたのさ。聞くと、この町のさらに山奥に、かつては小さな集落があり、林業や農業、狩猟なんかで人々は生計を立てていたらしい。その集落のすぐそばに、やがてサナトリウムが作られる。サナトリウムとは結核患者や精神病患者など気候の良い土地で安静に収容するための施設であり、昔はたくさんあったらしいが、医薬品の発達によりその必要性がなくなり、徐々に消えていった施設である。体のいい隔離施設とも言えた。サナトリウム建設に合わせて道路も整備されるのだが、そのことが逆に集落から町へ人が流出する動線となってしまい、やがて集落は自然消滅するように消えたのだという。確かに、Google Earth を見てもそれらしき集落は見えず、ただ、そのサナトリウムの廃墟らしき建物が、ポツンと山奥の木々の合間にあるのを見つけることができた。僕自身が廃墟好きということもあったが、母と一緒にこの地を目指すのも悪くないと考え始めていた。おそらく、母にとっては人生最後の帰省となるだろう。某月某日、僕は母を連れて車を出した。今回は急なことでもあり二人旅である。父も入退院を続ける身であり、そちらは妹に任せてきた。お小遣いはたっぷり渡してきた。車で2時間、某港に着いた。ここからフェリーで4時間である。フェリーの中ではできるだけ体を横にして休んでもらった。今日は現地に着いたら街中をさっと走り、ドライブしてそのままホテル宿泊である。翌日は朝食を食べてからホテルを後にし、母の懐かしい思い出の故郷を散策した。小学校は近代化されて綺麗になっているが、生徒数が減っており廃校の危機らしい。懐かしいお店もあったが、あいにく母の知り合いと出会うことはできなかった。さて、いよいよ母の本当の生まれ故郷だという山奥に入ってみることにする。僕の車は小さいが四駆である。乗り心地はそれほど良くもないが、山道には強い。クロスカントリーはお手のものだ。もっとも、病弱な母親を助手席に乗せているので、無茶はできない。とりあえず行けるとこまで行くつもりだ。もう何年も使われていないような道路を登っていく。草ぼうぼうで、路面には大量の栗やらどんぐり、木の枝が落ちている。たまに腐って倒れた大木もあった。全く整備がされていない。とりあえずそれらをうまく避けながら登っていく。母が昔暮らしていたという集落らしきものは、なかなか見つけることができずにいた。母も幼少の頃のことで、風景もすっかり変わっているようで記憶につながらない。さもありなん。もう70年以上も前の話だ。昔はもっと木を伐採してハゲ山だったらしいが、今はジャングルのように木々が生い茂っている。ある程度まで来たところで先へ進めなくなっていた。道と草っぱらの区別がつきにくくなっている。倒木もひどい。スマホの位置情報からすると廃墟のサナトリウムはもう少しのはずなのだが、僕は意を決して一人で行ってみることにした。廃墟好きである。カメラを片手に撮影準備に入る。母さん、悪いけどちょっと待っててくれる？10分、20分くらいで戻ってくるからさ。わかったよ、気ぃつけていくんだよ。母を車に残し、道なき道を行く。見えた。廃墟らしき建物の一部が木の陰から見える。やぶも自分の背の高さと変わらない感じになっており、すでに道ではないのだが、目の前に廃墟があるのだ。まっすぐ突き進めばよい。そう思い方早めた。少し開けたところが見えてきた。サナトリウムの全体像がやっと拝める。そう思った時、思いもよらないものに遭遇した。人の列だ。10人ほどだろうか。サナトリウムから出てくるところだった。自分と同じ観光客、にしては随分身なりがみすぼらしい。むしろ地元のお年寄りといった風情だ。
まさか、このサナトリウムはまだ利用されているのだろうか？地元民による廃墟の再利用、ありえなくはないが。最後に出てきたおばさんが写真を携えていた。額縁に黒い帯の子供の写真。どう見ても葬式用の写真に見えたが、サナトリウムで葬式？よくわからないが、つい、やぶに隠れてやり過ごしてしまった。集団は、僕が来たのとは別の小道を通って去っていく。もしかして、集落がこの近くにまだあるのだろうか？いろいろ考えながらも、まずは問題のサナトリウムに入ってみることにした。ドアに鍵はかかっていない。中は古くてボロボロだけど、廃墟と呼ぶにはあまりに綺麗で、未だ現役で使われている建物と言ってもおかしくはなかった。電気は通電されておらずもちろん電話もないが、割れている窓はなく、あっても補修されたりして雨風は防いでいる。打ち捨てられたゴミの山のようなものもない。朽ちてはいるが、補修され小ざっぱりしている、という印象だ。明らかにまだ使われている形跡がある。地下へ向かう階段があったのでそちらへ行ってみる。地下は真っ暗かと思いきや、明かり取り用の窓が天井近くの壁にあり、薄暗い程度でよく見える。建物の地面すれすれの位置に小窓があって、それが地下の明かり取りとなっているようだ。中は病院の倉庫といった雰囲気で、なるほどここがサナトリウムだったのがよくわかる。その一室に入って、思わずうわっと叫んでしまった。そして吐き気がこみ上げてきた。そこにあったのはガラス製の大きな入れ物。それが棚にずらりと並べられているのだが、そのガラス瓶の中には人間の生首が黄色い液体と共に沈んでいた。生首のホルマリン漬け？一瞬そう思ったが、ホルマリンは黄色い液体ではなかったような気もする。よく見ると、生首と一緒に細い木の枝や小さな花などがたくさん入れられていた。もしかすると黄色いのはこの花のせいかもしれない。そんなことより、なんでこんなところに生首が保管されているのか。吐き気とおぞましさを感じながらも見ていくと、最後に一番新しそうな綺麗なガラス瓶があった。その中には子供の生首が入っており、液体はまだ新しいのか透明な色をしていた。僕はそれを見て後ずさりしながら逃げ帰った。そうだ、さっきの写真に写っていた男の子に違いない。きっとそうだ。ここにある生首は、医療用とか研究用のサンプルとかそんなものではなく、さっきの葬式の列の人たちがここへ運び込んだものに違いない。なぜこんなことを？遺体から首だけ切り取って保管しているのだろうか？僕は元来た道をたどりながら、そんな考えを巡らせていた。道なき道をかき分けながら、やっと車へ戻ってきた。が、そこですぐに異変に気がついた。母がいないのである。なんということだ。母さん。僕はしばらく叫びながら辺りを探してみた。返事はない。焦り始める。携帯もかけてみたが、なんと携帯の入ったバッグごと車に置かれていた。車を降りてあちこち探してみると、左の方に歩いてなら下っていける坂道があることに気がついた。母もここを行った可能性はある。僕も坂道を下ることにした。さらに進むと、そこから獣道のような細い道が山の中に続いており、そこを突き進むとそれは集落へと繋がっていた。山奥の木々の隙間を縫うように、小さな古びた小屋のような家々がいくつかあり、広場のように切り開かれたところではキャンプファイヤーのようにして火が焚かれている。そしてその火の周りに10人ほどの人だかりができていた。あれはもしかして、さっきのサナトリウムの葬列にいた人たちでは。そう思い警戒しながらよく見てみると、なんとその人だかりの中に母親がしゃがみ込んでいるではないか。母さん。僕は思わず叫んで走り出していた。一斉に僕の方を振り返り凝視する人々。母も僕に気がついたようだ。ああ、お前も来たのかい。母さん、一人で歩き回ったらダメだよ。心配したんだからね。ここだよ、ここが母さんが生まれた集落さ。え、ここが？思わず絶句しながら周りの人々を見回す。えっへっへ、よう帰ってきなすったなぁ。ほんに、なぁ。集落の人たちが語りかけてくる。どうも皆さん、お騒がせしました。ほら母さん、帰るよ。僕は周りの人たちを警戒しながら、一刻も早くここから母を連れ出したいと思っていた。それがね、腰を痛めてさ、歩けないんだよ。と母。ああ、腰を痛めたんじゃ無理せん方がええ。今晩はここにお泊まりなされえ。そうじゃ、獅子鍋でも食べてってくんろ。周りの人々が口々に言う。サナトリウムならベッドもあってええんじゃろ。それを聞いた僕は心の中で、あそこはダメだ、あそこはダメだ、とつぶやいた。とにかくここから一刻も早く逃げ出したかった。
いえ、皆さんありがとうございます。町でホテルも予約していますし、母は僕がおぶって帰ります。そう宣言して母親を無理やりでも連れて帰ることにした。崩壊、せっかく来たんのにな。ここで生まれた人間は、ここに帰ってきて、ここで死ぬのが一番幸せだにな。何か恐ろしいことを言い出し始めた。いや、悪気はなかったのかもしれないが、あのサナトリウムの生首を見た後では、とても冗談には聞こえない。何か得体の知れない恐ろしさがある。ほら母さん、早く背中に乗って。僕はとにかく無理やりでもここを離れる決心をした。五郎さん、送ってってあげんさいな。ああ、だな。五郎という名の男が送ってくれるという。僕は断ろうとしたが、五郎は担いでいた鉄砲を構え。この辺は熊も出るしな。わしがついてかんと危ない。という。そう言われると仕方ないと思い、途中までついてきてもらうことにした。鉄砲のことは詳しくはないが、それでも五郎さんの持っているものがかなり古いのはわかる。木でできた部分はもう古くて黒光りしている。以前、北海道を舞台にした漫画を見たことがあるが、それに出てきた鉄砲とよく似ている。あの漫画は確か明治時代の話だったはずだ。そんな時代の鉄砲をまだ現役で使っているのか。うり棒焼けたでー。後ろで声がする。ああ、わしの分取っといてな。五郎さんが火の前にいるおばあさんに向かって言う。うり棒とはイノシシの子供のことだ。あのまま大きくならなければ最高に可愛いのにと思ったことがある。おそらくそれをキャンプファイヤーの火で焼いていたのだろう。なんともたくましい話だ。そう思って火の方を見ると。うん？あれは。確かにおばあさんが火の中からウリ棒らしき四つ足の動物の肉を引っかき棒のようなものでかき出しているが、その奥に別の動物も焼かれている。いや、あれは動物なのだろうか。僕には手足を縮こませて丸まっている子供のようにも見える。だが炎の中で、しかも頭がないので今一つ判然としない。判然としない？そうだろうか？頭がないというのは、頭は切断してサナトリウムの地下に保管しているからではないのか？もはや僕の頭は嫌な想像でいっぱいだ。一体こいつらはここで何をしているんだ？僕は声を大にして叫びたかった。だが、目の前には鉄砲を持った人間がいる。万が一にもここで撃たれたら、僕らは何の証拠も残さず消されてしまう可能性がある。だから僕は全てを喉の奥に押し込んで、とにかく一刻も早く母を連れてここを去りたいと思った。また今度なぁ、腰が治ったらまた来るからなぁ。母がのんきに僕の背中で挨拶している。いや、これでいい。僕らは敵じゃないんだと相手が認識してくれているならそれに越したことはない。とにかく車まで行ければ、そんな思いでも時た道を戻っていく。途中五郎さんが何かを話しかけてきて、母親が返していたが、鉛がひどすぎて何を言っているのかわからない。走行してる間にやっと車までたどり着くことができた。一安心だ。僕は五郎さんに形ばかりのお礼を言って別れた。狭いところで車を何度か切り返してやっと帰路に着く。バックミラーに映る五郎さんを見てぎょっとした。鉄砲でこっちを狙っている。いや、まさか。ただの冗談であってくれ。やがて車は曲がり道に入り、五郎さんの姿も見えなくなった。ふう、助かった。一気に緊張が解ける。いや考えすぎだったのかもしれない。僕らを撃とうと思えば、車に乗る前にいつでもやれたはずだ。きっとただの思い過ごしだ。自分にそう言い聞かせて、悪路の山道を下っていった。なんとか下山して、海の近くのホテルにたどり着いた。なんだか頭の中が真っ白で、ここまでどうやってたどり着いたのか記憶がない。助手席で母親が何か言っていたのだが、全部上の空で適当に生返事していたようだ。どうやら軽くパニックになっていたようだ。だが、ホテルの部屋に入って浴衣に着替えると安心して、今までのことが夢だったかのように思えて、つい油断してしまっていた。その日の晩、母の容態が悪くなり、意識が混濁し始めていた。フロントに電話をし、救急車を手配してもらうことにした。近くの救急病院に運んでもらい、緊急入院となった。妹にも電話をしたが、もう時間的にこちらに来る術がない。深夜にはもう母は危篤状態となり、せめて明日、妹がこちらに来るまでは、とお願いし、心臓だけは動かしている、という状態になっていた。翌日妹が到着し、二人で一緒に母を見取った。まさか旅先でこんなことになるとは想定していなかった。母さんの最後の心残りが生まれ故郷に帰ることだったから、帰れてほっとしたのかもね。妹がそんなことを言う。
心残りがあって死ねないという話はよく聞くが、それが本当だとしたら、願いが叶えばもう人は安心してあの世に行けるということなんだろうか。その、母さんが言ってた山奥の集落って、結局どうなったの？妹がそう僕に問いただした時、病院の待合室にいた人たちが一斉にこっちを見た気がした。辺りを見回すが、気のせいだったか、怪しい雰囲気は消えていた。神経が高ぶりすぎているのだろうか。そのことだけど、話すと長くなるから家に帰ってから詳しく話すよ。そう言って妹の質問をはぐらかした。僕らは帰った。この地でダビに伏すという考えもあったが、僕が反対して遺体を地元へ運ぶ方を選んだ。地元へ戻ってから身内だけで葬式を済ませた。集められる身内はそんなに多くはなかった。母につながりのある親戚はほぼ集めることはできなかったのだ。まさかあの集落に連絡することなどはありえないし。だが、事態は密かに動いていた。通夜も終わり火葬場へ向かう。棺の中の母の顔を拝み、最後の別れをする。我々は控え室で軽食などを取りつつ、お骨上げまでの時間を潰した。やがて予定の時間がやってきて火葬場の炉が開けられる。覆いが外されて、幾分灰が舞い上がる。母のお骨が現れた。火葬場の職員の方が大きな磁石のようなものなのだろう。周囲に素早く走らせ、金属製のものを除去している。棺を止めていた釘やホチキスの針のようなものだ。その後、改めてお骨を見た職員が少し困惑しているようで、固まっている。あの、どうかされたんですか？と聞いてみる。職員は重い口を開ける。いつもならまず、一番大きく残っている頭蓋骨をですね、申し訳ないんですが、細かく砕かせていただいているんですが。その言葉を聞いてハッとしてお骨を見る。小さな骨、大きな骨といろいろあるが、確かに頭蓋骨がない。歯もない。喉仏もない。職員がぽつりと言う。僕はその瞬間、電撃が走るかのように怒りが湧いた。くっそ、あいつらだ。あいつら？妹が聞き返す。火葬場の職員もキョトンとする。僕にはすぐにわかった。どんな方法を使ったかはわからないが、ここに首から上の骨がないということは、遺体が焼かれる寸前に、何者かが首を切断して持ち去ったということだ。そして、そんなことをする奴らに僕は心当たりがあった。首が盗まれたんだ、警察を呼んでくれ。盗んだ奴がこの火葬場に侵入していたはずだ、調べてくれ。僕はそう言い残して火葬場を出て行こうとした。兄さん、お骨上げの途中でどこに行くの？決まってる、サナトリウムだ。誰がどうやってやったかわからないが、その首がどこにあるかはわかってる。僕はそれを取り返してくる。兄さん。そういえばまだ妹には詳しいことは何も話していなかった。だがそんな時間もない。それは母の首を取り返してからでも遅くはないだろう。僕の脳裏にはくっきりと映っている。子供の生首が収められたガラス瓶の隣に、新たに母の生首が入ったガラス瓶が置かれているのだ。花や木の枝などと一緒に。翌日、地方新聞に記事が載った。元サナトリウム施設の廃墟から出火し、近くの廃棄集落を含めた一帯が山火事に包まれた、と。火の勢いは強く、未だ消火には及んでいないが、人的被害はない模様、と。知人の A から以前聞いた話が個人的に怖かったから、せっかくなので共有したい。20歳になるかならないかの頃に自動車免許を取得した A は、友人 B、C と3人でドライブがてら廃墟に探検に行くことになった。A としては行き先は海でも山でもどこでもよかったが、B が、全国各地の廃墟を紹介しているというサイトで見つけて気になってる場所がある。と持ちかけてきたのが、元は児童養護施設だったというその廃墟だった。車で1時間くらいというドライブとしては程よい距離だったし、C にも依存はないようですんなり決まった。その廃墟を紹介しているサイトによれば、昭和の終わり頃に閉鎖され、そのまま廃墟と化したらしい。昼間にもかかわらず建物内を歩く人影を見たり、叫び声が聞こえるなどの怪奇現象があるとの口コミも掲載されていた。出発の前日、A はネットで元は児童養護施設だった頃の施設名を調べてみた。数少ない情報によれば、どうやら閉鎖された原因は施設長と数名の職員が逮捕され、実刑判決を受けたためと分かった。どのような罪状かについては A が調べた限りではヒットしなかった。そしてドライブ当日、午後8時頃に出発し、着いたのが9時半近く。
慣れない運転ということもあり予定より遅れてしまった。郊外のさらに閑散とした場所に立つ廃墟は、裏手が鬱蒼とした森となっていて、薄気味悪さに拍車をかけている。外壁が白一色のその2階建ての建物は、サイトの画像で見たよりはこじんまりとした印象を受けた。壁には雑多な落書きに混じってアーティスティックなグラフィティも書かれていた。うおー、やっぱ夜に見ると雰囲気あるな。辺りを懐中電灯で照らしながら C が口にする。草が伸び放題の荒れた敷地内には、キリンを模した滑り台や座板がなくなったブランコがあり、どれも長い年月で風化し朽ち果てていた。玄関に明かりを照らしながら足を踏み入れると縦に伸びた廊下があり、ゴミが散乱してたり所々床が抜けていたり、やはり落書きだらけで、期待を裏切らない濃密な闇が漂う廃墟然とした状態だった。奥に並んだ各部屋はそれぞれスタッフルームや机の並んだ学習室などで、子供たちの遊び場だったであろう広めの部屋には、黒ずんで中の綿が飛び出たウサギのぬいぐるみや、破られてくしゃくしゃになった児童書などが落ちていた。さらに奥へ進むとそこは食堂だったらしく、キッチンがあり大きなダイニングテーブルが置かれている。砕け散った食器類が床に散乱していた。陶器が割られ茶色の汚水が溜まった和式便所、ヘッドのないシャワーホースだらけで鏡が砕かれた浴場を見て回り、三人は次に2階へと進む。廊下の左右に2つずつドアがあり、開けてみると元は2段ベッドだったであろう板組と学習机があった。どの部屋にも同じものがあったから2階は児童の居住区だったらしい。すべての部屋では壁や天井が崩れかかっていた。一つ気になったのは、どの居室にも先端に輪っかのようなものがついた用途不明の鎖が壁から伸びていたことだ。廊下の奥はベランダがあり、2階はそれで終わりだった。なんかマンネリしてきたな、幽霊らしきもんも出ねえしさ。はじめのうちは先頭に立ち、楽しそうにはしゃぎながら各部屋を見て回ってた言い出しっぺの B だが、何も心霊的なイベントが起こらないために、徐々に退屈そうな態度へと変わっていく。もうそろそろ帰るか?と A が促すと。一階にまだ見てない部屋あったろ。と C が言う。玄関に入りすぐ右にある施設教室とプレートのある部屋で、ドアノブが外れて開かないために後回しにしていたのだ。窓はあったが鉄柵がはめられていたので外側からは入れそうにない。どうやって開けるよ?三人で蹴破ればいいだろ。そんなことして大丈夫か?大丈夫だろ。廃墟なんだし。そんな会話を交わした後、三人はドアを同時に蹴り続ける。何回目かの後で帳板が木枠ごと外れ、扉が向こう側に倒れた。机と横倒しの椅子、ファイル類が並んだ棚などがある6畳ほどの広さの部屋だった。あまり人が入らなかったのだろう。埃は積もってるが他の部屋よりは比較的綺麗で整然としている。懐中電灯を照らしながら一通り見てみるが、やはり目星いものはない。期待外れだな。帰るか。A が他の二人に声をかけたとき。ちょっと待て。C が事務机の下にしゃがみ込んで何やらガタガタと音を立てている。何してんだよ。いや、この一番下の引き出しだけなんか鍵かかっててさ、開かないんだよ。C は引き出しを力いっぱい引っ張るがびくともしない。もういいだろ、帰ろうぜ。もう少し待てよ、何が入っているかめっちゃ気になるんだよ。A と B がたしなめるも聞き入れず C は奮闘していたが、やがて手を止めて立ち上がった。やっと諦めたかと思いきや。確かに輪に使えそうなのが落ちてたな。と外に出て行き、しばらくすると大きなスコップを手にして戻ってきた。わずかに開いた引き出しの隙間にスコップをねじ込み、てこの要領で A に体重をかける。と何か折れた音がして、ついに C の執念が実を結び、引き出しが開いた。中を懐中電灯で照らすとノートらしきものがあった。取り出すと年代物の、紐で閉じるタイプの黒い表紙の冊子だった。持ち出し現金と表紙に書いている。めくるとその日の職員の勤務状況、施設内の様子、訪問した業者とのやり取りなどが几帳面に書き込まれている。業務日誌のようで、他のページも同じ内容だった。なんだ、つまんね。パラパラめくりながら C がぼやいたとき、一枚の写真が途中に挟み込まれていた。抜き取り、ライトを照らす。A と B も横から覗き込む。そこには横一列に並んだ5人の児童が映っていた。背景には初めに見かけたキリンの滑り台がまだ現役の状態で鎮座している。異様だったのは、5人全員の顔がマジックで黒く塗りつぶされていて判別できず、さらに左の子から順に、1、2、3、4、5、と番号がそれぞれ頭の上に振られていたからだ。なんだよ、この写真。
その場にいた全員息を呑む。C が写真を裏返した。そこに書き込まれたメモを見たとき、三人とも呼吸が止まった。1、ゆうた。内臓破裂。2、京子。全身やけど。3、純一。失明。4、文和。脳挫滅。5、エリコ。脊髄損傷。誰も、何も言えなかった。気まずいような、言葉を発してはいけないような空気が場を支配していた。なあ、もう遅いし腹減ったし帰ろうぜ。沈黙を破り A がその場を取り繕うように言った。おお、そうだな。もう戻るか。B も同調し、二人は部屋を出る。途中で C がついてきてないのに気づいた。おい C、何してんだよ、もう行くぞ。呼びかけるも C は反応せず、写真を持ったままうつむいて佇んでいる。おい、聞いてんのか？再度呼びかけたとき、C はゆっくりとその場にしゃがみ込み、そのままゴロンと床に倒れる。そしていきなり手足をバタつかせながら叫び始めた。痛い、痛いよー。ごめんなさい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 申しません申しません申しませんやめてやめて許し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 てやめて痛い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 。あたりを転げ回りながら子供のように泣き叫ぶ C。おい、どうしたんだよ。C、おい。二人は取り押さえようとするも凄まじい力で振りほどかれてしまう。ツンとする匂いが鼻をついた。C は失禁しながら叫び、暴れていた。10分ほどそうしていただろうか。突然 C はおとなしくなり電池の切れたように動かなくなった。何度も声をかけるも反応なし。だが呼吸はしているし、脈もあるようだ。A と B は二人がかりで C を車まで運んだ。後部座席にぐったりした C を乗せたとき、A は何気なく廃墟の玄関を振り返った。そして、確かにそれを見た。玄関口に横一列に並ぶ子供たち。直感であの写真の子供たちだと理解した。全員こちらに背を向けており、やはり顔は見えない。一度瞬きをしたらみんな消えていなくなっていた。帰りの車中、C は意識を取り戻した。隣に座った B が話しかけるも、まだぼんやりとしていて目も焦点が合ってない。しかし会話は問題なくでき、体も異常はないようでとりあえず安心した。C はあの件については全く覚えていないという。あの日から A と B は現在まで特に何事もなく過ごしているらしい。そして問題の C も自身は大きな病気や怪我などは今日までしていない。C は早いうちに結婚しているがまだ子宝には恵まれない。妻が3回連続で流産しているからだそうだ。これがいわゆる霊障や呪いの類なのかはわからないとのこと。あの廃墟は現在は取り壊され更地になっている。俺は元の児童養護施設の名称と、具体的な場所を A から聞いたが、念のため伏せておく。作業ははかどりましたか？また一緒に作業しましょうね。では、またねー。